お疲れ様です。マッピーです。今回は戦撃デッキコレクション回していきます。何やらデッキドライブイベントがやってきましてね、戦撃デッキが新たなスキルを得ましたということで、あの S ゴマの追加と A ゴマの追加なんですけど、まあ、これら解説していってガチャ引いていくんですけど、この戦撃デッキね、あの花鳥風月です。要は、うん、あの花鳥風月とも戦撃デッキとも呼ぶっていうか、まあでもこの戦撃デッキコレクションで出てるってことは、正式名称は戦撃デッキなのかもしれません。ということで上から見ていきましょう。まずこのまといですね。まといが永続の合戦です。表になってる間、戦機の種類に応じて通常攻撃を追加で与えると、300、500、700、1000でコンボスキルが四季折々で、上から3200、4500、4000、3600で、これね四季折々の中でも新たな形式をとってまして、ライフ場形式でそれぞれが発動すると、 HP が減少するほどこの数値に応じたというか、その近しいね、アドバンテージを得られるということなんで、まあ、こいつはね永続合成持ちつつ、コンボスキルにライフバ形式で石油式よりよりを持っているということなんですけど、いやまあ早めに置けたらね、強いと思いますね。早めに置けたら、まあ、通常攻撃ずっと上がっていくわけなんで、あの強いんですけど、早めに置けなかった時に、まあ、コンボ狙いとかになってくるので、安定する駒ではないのかなっていう印象ですね。ただ早めに起きたらついて話もあったんですけど、通常攻撃をね追加で与えるということなんで、あの通常攻撃メタの罠駒とか来たらきついっていうのも、まあ、1点あるんで、まあ、早めに起きたとしてもメタられる可能性もあるので、そこまで優先的に入れる駒でもないのかなっていう印象ですね。はい。で次に夜明けですね。で今回の目玉が多分ねこいつです。はい。新たなねこの戦撃のリーダーとして今後やってくれるのかなっていう、この瞬火周到というスキルを持っていて、竜属性の時、全てのデッキの駒が竜属性の時にデッキに戦撃スキルを持つ駒が10枚以上っていう発動条件ですね。まあ、これは多分なんか多分ねシンシアとかその他のねリーダーオーラってこういうなんか戦撃スキル10枚以上っていう条件がなかった気がするんですけど、まあ、夜明けについては戦機を付与した上でこの花鳥風月に応じたこの能力を得られるというものでして、はい。まあ、この要はこの450の火炎、追加の600通常攻撃、550回復、500の雷撃、これを色に応じてやってくれるっていうね、睡蓮しながらシンシアみたいな性能ですちょっと分かりづらいかな。まあ、ただあの発動条件として戦撃スキル10枚以上っていうのは、多分火炎とかなんかね、戦撃が全く入ってないデッキとかでなんか変な使われ方するとややこしいから、まあ、こういう条件にしてるのかなっていう感じなんですけど、まあ、そこはそんなに気にならないとして、まあ、もう普通にねこの花鳥風月をしながら色をつけられる代わりにエスゴマリーダーですよっていうものなんですけど、これはねそこそこ強いと思っていて、まずこの花鳥風月の、基本的な動きとしては色を全て揃えることじゃないですか。でリミエットとか考えた時に色全て、まあ、2個とか揃えるっていう動きをよく狙ったりするんですね。ってなった時に夜明けって花鳥風月これそれぞれ2個ずつ取得していくと4200のアドバンテージなんですよ。オーラ付与しながら4200なんで、まあ、いいんじゃないかなっていう印象ですね。うん、他のデッキだとなんかマナリーダーのあのアスリーンとかもいたと思うんですけど、マナのアスリーンって、まあ、自分は使ったことがないんですけど、どうやら強いっぽくて、ただなんかあいつはその初動があんまり火力出ないなっていうイメージあるんですけど、夜明けについては初動も仕事してくれるんで、その一定してね一貫してこれらのパフォーマンスやってくれるから、まあ、それなりに強い印象なんですよね。うん、まあ、多分花鳥風月今後夜明けね、見かけること多くなる気がする。さすがにこのアドバンテージはね、色つけながらやってくれるっていうのは、まあ、上等かなっていうふうには思います。ただ全然今までの花鳥風月というかその戦撃のリーダーが、まあ、腐るっていうことはないんじゃないかな。カップ戦とかそのカップの内容とかによってはあっちが優先されること多いと思いますね。うん、あと低コスルールとかだったらどうだろうね。うん、低コスルールだったらまあ弱気も強いけどあっちも強いかなっていうイメージもあるんでね、サブにやっぱ S 枠があると安心感あるんでね、はい、って感じで結構ね難しいところではあるけど、まあ強い方だなというふうに思いますね。こいつが一番の当たりかな。うん、で次英語はこのトキはなんかあれだな、ひろゆきに見た目似てるかな、そんなことない。スキルがスキルコンボ両方合戦ですね。戦機の種類に応じて追加で1600、2000、2200、2400でコンボについては1500、1800、2200ということなんですけど、これはね比較としてはイオラかなっていう風に、10日のイオラ、あいつがスキルで最大で2500の合戦に対してトキワがねスキル最大2400となっているものの、ステータスはまずトキワの方が高いのと、コンボスキルが合戦っていうのがありまして、より攻撃的になってますね。コンボはあいつは四季折々だったんですけどね、イオラの方は。
で使うかどうかについては、まあ、使ってもいいかなっていうふうに思います。両面ねスキル2400コモ2200が色に応じて、まあ、ちょっとその火力の変動はあるんですけど出せるっていうのはまあいいんじゃないかなというふうに思うので、イオラ採用してる人はイオラを時矢に変えるぐらいはいいかなと。イオラが最近だと採用されるかどうかについては結構そのいろいろ分かれるところではあるんですけど、まあ、時矢はね全然スキルもコモも全然強いです。火力も出てステータスも悪くないです。はい、入れていいと思います。はい、で次イクマ。このイクマスキル桜吹雪っていうね新しいスキルでして、この最も戦機が多いところでこれらが発動すると、まあ、花が例えば3つ4つとかなってて他が2つ3つとかだったら花の効果が出ますしみたいな感じなんですけど、そのどれもが1600っていうものになっていて、でコンボスキルが四季折々で1300、2000、1700、1500っていう風になってるんで、まあ普通だなっていう感じで、イクマについては、まあ、普通の駒です。はい、そんなに優先的に入れる駒でもないのかな。で特にスキルの桜吹雪が最も数が多い戦機に落ちた効果が発生ということなんですけど、戦機デッキってやっぱ色揃えていくデッキなんで、それぞれの色をねなんか2とかにしていってリミットを出すっていうのが、まあ、ベターとしてあるの でそれぞれの色が均一にあった場合ってそのどれかが発生するっていうこのランダム方式になってるわけですよ。はい、まあ、これちょっとなんか出しました。で出したらそれぞれが発動する、それぞれからどっか発動する、まあ、ただ状況としてなんか全部の色が、まあ、1で均一にあって、でその上でなんか引いた駒でなんか出したい駒が別の色をなんか灯していたらそこをね例えば2とかになってくるから、まあ、割かし狙いやすい気もするんですけど、その狙いの性能をねその狙いの花鳥風月の狙いのやつを出したいっていうねところで、まあ、意外とやれるんじゃないかっていうのもあるかもしれないけど、言うてそれでも1600っていうアドバンテージなんで、まあなんかランダム性のある四季折々だなっていうかそんな感じの性能なんで、あんまなくていいかなっていうか、はい、で出せても1600なんでそんなにね他の英語までもいいかなっていう感じですね。見た目は好きなんですけどね。はい、最後ふわり。スキル四季折々のコンボ戦記概要で、このスキル四季折々の部分がライフバ形式で、やってくれるというものでして、2500、3600、3700の HP が減るほどライフバ形式でパフォーマンスが上がると。でコンボスキルが戦記解放でして、これは全部合わせて3000のアドバンテージを持ってるわけなんですけど、まあ、フィニッシュ性能は鳥の火力が一番高いかな。3600をライフバ形式で出せる。あとは風も強いですね。3000回復っていうのをライフバ形式でやってくれるってなった時に相手のリーサルずらしには使えそう。ただ花とか月っていうのが2500、2700っていうのは正直しょっぱいですね。 HP が相当減ってないと頑張ってくれないので、そこはしょっぱいところではあるんですけど、まあ、低コスデッキとかだったら全然入れちゃってもいいのかなっていう感じはしますね。コンボ戦記解放も雑に使っていいですし、まあ、スキルも低コス環境の180とかだったら結構致命的なねアドを取れるんで割といいと思いますね。200だったらまあ入れなくていいかなっていうふうには個人的に思っちゃうかな。正直200ってさ HP が減るほど強いっていうのはトモルっていうキャラがいるんですけど、あいつでこと足りてる気がする。うん、結構後半に強いキャラ多いじゃないですか戦撃デッキって。色揃えていったらリミット強いですし、まあ、ニルスとか強いですし、で HP 半分以下っていう条件がね意外とトモルって煩わしかったりするんですよ。 色事故とか考えた時に序盤引いたのね、まあ、その点ふわりっていうのはトモルに比べたら雑に出しやすい駒ではある。スキルは発動するから。ただ、まあ、別にそれでもトモルでいいのかなっていう感じですね。 HP 半分以下とか狙っていくんであればね、優先的に序盤に出さない駒っていう感じであればっていう感じなんで、まあ、個人的には今回のガチャは夜明けと時はがいいかなっていうふうに思っていて、まあ、その他の英駒は、まあ、低コス環境だったら入れていいかなっていう感じ。はい、戦撃デッキコレクションでした。ということで今回この3500万 DL 記念ということもあり11連が無料できるらしいので、はい、まあ、ただより価値あるものなんてないんでね、ただでこの11連引いてさ夜明け引いちゃうよ。はい、夜明け、夜明け前っていう小説あるよね。木曽路のなんとかかんとかあんとかかんとかみたいなさ始まりからするやつ。はいはい、何も関係ないんだよなお前ら。お前ら全くひらめかない、全くさ全く眩しくならないんだよな戦撃なんてな。はい、よっこいしょ、お願いします。エゴマか、エゴマだったら時はが欲しいよ。時は
あれ TOKIO って読み方だってるよね。あの俺大阪出身なんだけど、常盤大学みたいな大学あった気がするんだよな。俺の友達そこに行ってたんだよな。だからさっきのあのなんかね、俺初見だったらあの漢字常盤って読んでたんだけどあの常盤って読めるんです。はい、やっぱ関西出身なんでね、大阪出身で舐めないでください。あの程度の漢字は読めるよ、常盤です。でなんか一枚もさ、一枚も信号が出ないのはちょっとやめてくれません？1回ぐらい出てくれてよくない？まだあの英語マですら見えてないよ。夜明け？夜明けを出せ、たわけ。頼む。おーい。辛くね？辛くね？辛辛辛辛辛。いやでもちょっと S。おい。え、ちょマジ辛いな。え、これ本当に合ってる？引いてるガチャ。辛。もう100個使っちゃったよ。いやなんだ 100? あ、違うか。え、何回引いたっけ今。これ33回目。あ、そっか。最初のやつはチケットだったもん。ちょ、マジ出ねえわ。終わってるわ。やめようかな。もう引くのやめようかな。あ、でも次あれだ。サービスできる。ちょ、1体ぐらい出てよくない？あー、オッケー。2体出てきたわ。うん、ふわりね。はい。え、これってさ、一応さ、さっきあの触れなかったけど、アルメンダリスはこれは別に信号マじゃないんで触れなかったんだけど、他に何が出たりするんだろう。ナルルナユルトモルスイレン。チョコマとか出ないんだ。あ、でも英語マとかはスイレンとか出るね。オッケー。いや、でもそこに興味はないんですよ。もう持ってるから。ただ、ちょっと、一体頼むわ。夜明け欲しいな。マトイじゃなくて、夜明け前。オッケー。S 来た。多分。じゃ今撮ってる時間夕方なんで、全然夜明けどころか夜は終わっちゃいそうなんですけど。はい、夜が始まりました。あー、もう夜明け、もう夜始まった。あ、もう終わりだ。出なすぎじゃない？え、俺何拾いてないっけ。ふわりとイクマが出たんか。トキは拾いてえな。いやー、ちょっとだけ行こう。あとトキはだけ、せめてトキはだけでも、せめてトキはだけでも頼む。え、でもこれ流れ悪いな。出なそう。なんかこういう時って流れ悪いんだよなって言ってガチャを油断させる。あー、マジ全然油断しねえわ。終わってんな。ダメだな。いや、やめよう。ちょっと夏はね、ちょこの辺にしよう。ちょ、夏が待ってるから。夏はなんかガチャ来ると思うんだよな。やめよう。ここでやめられるのが真のオセロニア。別になんとかなるし。一応か、20か。一応確認。はぁ、10も必要ないの？でもいいや、俺はこれもうあの決別の一撃。はい、もう決別。これポイント交換することによってもう絶対にガチャを引かないっていう、この強い意志の表れ。新キャラだからちょっと欲しかったけど、まあ引けなかったもんはしょうがない。いや、俺夏はいろいろ来ると思ってるんで、ちょっと一応貯めますわ。大丈夫っす。いや、大丈夫。別に従来の課長傷だけでも全然強いし。夜明け使いたいな。夜明け使いたい気持ちはあるけどな。ちょっとビューイングとかどうですか。夜明けいる？夜明けいるやんけ。いや、逆に俺この後なんか夜明け、なんだ、普通の、あ、なんか、え、7%使われてんの？え？強ない？出たばっかだよ。だってこれ今日昼に。え、7% やばない？みんなそんなに引いてんの？いや、でも、にしても、え、使われすぎじゃない？引いたとして使われすぎじゃない？強いってことじゃん、それ。いや、もうそんなんされたら欲しくなるやん。7%? マジで？え、俺そもそもさ、普通のさ、花鳥風月っていうか、戦撃がさ、ね、このトップ5に入るの、まあ、見たことあるけどさ。でもさ、夜明けと合わせたら 11.5% ってことでしょ、戦撃が。使われすぎやろ。うわ、欲しい。でもいいや、ちょっとやめよう。やめよう。いや、これがな、なんか、超駒とかだったらさ、ね、超駒とかだったらさ、なんか、来月も狙えるかってなるんだけど、このさ、戦撃デッキコレクションっていうのが、まあ、やらしい。コレクション系はそんなに俺は深いもしたくないんだ。まあ、でも、ここはちょっとやめるぞ。ということで、この動画は面白かったとか、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いします。ちょっと、夜明けね、こんなに使われてると思ってなかった。ただ、結構使われてるんで、まあ、自分の動画見てくださってる方の中にね、多分当たった人がいると思うんですよ。なんで、使った感じっていうか使用感とかあったら、ぜひコメントで教えてください。じゃあ、お疲れ様でした。サンドラ、バイバイ。